さあ本日はですね大田狭山ツインパーク1に来ております。本日はこの撮影なんですけどもね、ヤフーロコパチンコに掲載されている情報をもとにですね、僕たちピーマートメンバーが、短時間実践の楽しみ方を皆様にお伝えしようということなんですけども、まあタイトルが60ミニッツということで60分間500枚の勝負となっています。60分で500枚ってかなり無謀だよね。多分うまく立ち回らないとすぐなくなってしまうマッチだと思いますんでね、ちょっと立ち回り方にはしっかりと、理論付けた上で、皆様の役に立つような、動画にしたいと思いますのでよろしくお願いします。今日の実践で、お伝えできなかったことはですね、このヤフーロコプレイスページで、僕が書き込んでおきますので必ずちょっとチェックしてみてください。いろいろな情報を書いておきます。ではもうお客さんもすごく多いんで早速行ってみましょう。ね、いやね、今ゴールデンウィークなんですけども、まあゴールデンウィークということもあってお客さんもですねかなり多いです。番組としてはですね、打つ台それから立ち回りということをね皆さんにお伝えしていかなければならないので、空き台があればいいなとは思っていたんですけども、ここまで多いとは思いませんでした。どうしようかね、ジャグラーとかだって若干埋まってるけどね、アイムなんかもう満台だもんね。これはどうするかな、やっぱ番長かな。あのねこのお店ね、番長がですね100台あるんです。100台です。100台なので、台も選び放題というわけではございません。結構朝一から埋まるそうです。ただ今ちょうどお昼過ぎぐらいの時間なので、まあ例えば朝のリセットかからなかったからやめてしまったとかっていうお客さんも結構います。空き台はちらほらあるんですけども、そこそこはやっぱり回っているような台ではありますよね。まあ、まあまあぶっちゃけて言いますけど、やっぱりね今モンハンよりもやっぱり番長なんですよね。オス番長2なんです。今回の実戦もちょっと番長で行ってみたいなとは思うんですけども、やっぱ空き台少ないいい台のね、今から打とうっていう台だとちょっと厳しいかな。なんせさ1万500枚ですよ。だから500枚ってことは番長みたいに96あたりで捨ててあって、じゃあモード A っぽいからな、200台で引っかかればなと思った時点で、もうその時点ですでに200回すまでに4000引っかかるわけですよ。もう4000負けですから、そうなってしまうと番長はちょっとこれだけ台数が多くてじっくり打つにはいいかもしれないけども、この60ミニッツという番組の特性を考えるとどっちかといったら北斗の方がいいんじゃないかなと思います。さあ、というわけで今はもう番長、モンハン、北斗と、ね、台数が多いこの3大巨頭のうち、まあ、番長、北斗、それからモンハン、この3つのうちの中でどれがじゃあ一番成功して当たるのか、当たる可能性があるのかといえば僕ね北斗だと思うんですよ。やっぱりね長距離引いてこのまま ART に行くっていうことを考えると、投資がまず少なくて済むっていうこともありますので、サラリーマンの方、それから短時間実践でね、ちょっと遊びたいなっていうお客さんには結構いいんじゃないかなと思います。なので今回はチョイスをしますけども、まあやっぱりね結構回ってる台も多くて、ああうまく立ち回らないですね。じゃあ僕この台にします。なぜならですね、まだ850回転しか回っていない。で旗あたりは2回、まあぶっちゃけ800回転ぐらいかわからないというようなこともありますので、これで、500枚勝負をしたいと思います。さあでは1時間勝負ということで開始をします。さあ始まりました。さあ1時間ね無理だね。
無理だよ。なんでだよ。なんで1時間なんだよ。何も聞いてないし、ということは、ということだよね。そうだよね。普通に聞いちゃったんだね。思いませんでした。ね。
せめて目標の4連単になればよかったのにね。実戦終了でございます。今回の結果はですね、300枚投資で362枚獲得プラスです。もっと言ってもよかったんじゃないかなと思うような内容でしたけども、ただ、中でもね、僕ちょっと喋らせていただいたようにですね、まあ、番長、それからモンハン、北斗、まあ、台数は多い機種はあれども、まあ、じゃあこの中で、どれが一番、まあ、当たりが軽いというか、出玉につなげやすいのかっていうのを考えたときに、やっぱ僕は北斗かなと思ったので、ちょっと今回北斗をチョイスしてみました。まあね、まさかの北斗揃いですからね、まあ、かなり稀なパターンだと思いますけども、まあ、だけど、短時間で楽しめたという意味では、この番組の趣旨には添えたかなと思います。はい。でですね、今回、中でもね、僕、店内ぐるーっと回って一番思ったのがですね、2円スロット。これ結構珍しいんですけども、この2円スロットがですね、ものすごい大盛況なんですよ。やっぱりですね、まあ5円スロットとか10円スロットとかともあるんですけども、2円ですから、まあね、1000円入れればコインが500枚出てくるわけですから、相当長く遊べるわけですね。なのでお客様も結構たくさんいらっしゃってですね、ちょっと2円スロットね、取材してみたかったなと思ったところがあったんです。なので今回僕がこの店舗で思ったこと、感想に関しましてはですね、ヤフーロコにありますこの太田狭山ツインパーク1のプレイスページのところにですね、書き込みをしておきます。それでですね、見ていただいて、この店舗の良さ、そして僕の感想、立ち回り方などをね、見ていただければなと思います。さあ、というわけで、今回の60ミニッツ、いかがだったでしょうかね。なんかもう引き弱だったような良かったような悪かったような、よくわかんない内容でしたけども、まあ的には面白いものだったと思いますので、良かったと思います。次回も